ホーミーズ。まあ我々先日、はい、荒野行動の大会狡猾祭に出場させていただきまして、はい、我々のキルした回数、はい、ということでね、はい、荒野行動さんのオフィスには足向けて寝れないんですけれども、はい、荒野行動のコントやっていきましょう。そうですね、はい、仲間に一番したくないやつこいつですね。いや違います、はい、大会に遅刻してくれた。いや違います。いやギリ遅刻だ。ギリ遅刻してない。ギリ遅刻。はい、この動画に行く前に僕たちは明日の学校でちょっとだけ話題になるような面白い動画を投稿しております。ぜひ応援してくれるよって方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。もう安全地帯にいる。それではこんなやつ絶対仲間にしたくないよね。荒野行動コントまでいってらっしゃい。あー敵いるな。うわー敵いるな。お前ちょっと前行ける？前行ける？無理です無理です無理です。いやもう行けってお前。危ないですじゃないんだよお前。僕にも家族いるんですよ。もう参加してるからもうお前は撃つしかないんだよお前。これやめましょう。やめましょうじゃないのお前。撃たれるぞお前。お前なんで逃げんの。やめましょうじゃないのお前。撃たれるぞ。強いな。あぶねえ。はい、お疲れっす。おー、ありがとう、お前。はい、すげえな。全然、いいっすよ。俺、今ので26キル目っすね、今日。26キル？あー、26キル目っすね。はい。スタートしてまだ15分くらいだ。あー、全然余裕っすね、今日。先輩、今日今何キル？0キル。ん？0キル。え？なんて？0。2？ 0。え？なんて？あいつ全然来ねえんだけど。あいつサッカー場の前集合っつったのに忘れてんのかな。ここどこ？ダウンした。誰か助けてくれ。先輩、おう、ちま、おい、助けてくれ。あとは俺に任せてください。あ、先輩もう大丈夫です。休んでてもらって。いや、僕一人で倒せるんで。いいからお前帰ってくる。お疲れ様でした。いいからお前帰ってくる。お疲れ様でした。あそこ敵いますね。あ、いるね、いるね、はい、俺撃つわ。はい、お願いします。お前後ろ見てるよ。はい。いや、お前ちゃんと見てる後ろ。あ、はい、大丈夫です。あ、OK。 いや、あ、回復した。は、回復した。お前持ってなかったよね、回復ね。あ、先輩、敵います、敵います。いや、お前、ちゃんと見てるしろ。よし、大体物資取り終えたな。よし、じゃあ玄関集合してくれ。おい、千葉？聞こえるか？千葉？おい、千葉！おい、千葉！よし、じゃあアンチ向かいますね。もう毒ガス来てるよ、そこまで。早く道路沿いに行きますね。道路沿いとかいいからもう早く突っ切って、もうまっすぐ行って。あ、でもこれちょっと法定速度50キロ。いや、法定速度とかないから。あ、止まります。信号もないから。いや、法定速度とかないから。あんたいつまでゲームしてんの？お母さん、ちょっと待って。ゲームばっかりして勉強しないんだから。ごめん、今ゲームしてるから、ちょっと待って。じゃない、もう本当に受験生としての資格あるの？次赤点取ったらお小遣い抜き出すから、ね、後でやるから、後でやるから。あー、ぶしちゃった、ぶしちゃった、危ない危ない。ちょっと、おい、俺のぶし。あー、回復取りに行こうか。回復取りに行こうか。おい、ちょ、あったあった、危なすぎる、マジで。これとこれを取って足つこうかな。あれ、おい、はっ、おい、俺の武器。おい、大丈夫かお前。よし、今助けてやるから。ありがとうございます。よし、この回復ドリンク飲め。あー、ちょっとこれ無理ですね。は、あー、ちょっと僕炭酸飲めなくて。いい、いいから早く飲め、早く。お前、死ねよお前。あー、大丈夫です。大丈夫。はぁ、あー、ちょっと僕炭酸飲めなくて。お前そっちから回っていける？今武器の状況どんな感じ？こいつなんなん、マジ。武器今何持ってんの？は？何こいつ。武器持ってんの？お前ミュートなってる。お前ミュートなってる。あ、どうも、ルカです。よろしくお願いします。え？え？え？ルカ？あ、はい、ルカです。え？ルカさんがあなた？あ、はい、僕がルカです。うわー、期待して損したー。女の子が良かったー。いや、ルカっていうかなんか可愛い女の子かなーと思ったら、
うわ男じゃん。うわ最悪。うわ今日やる気でねマジで。うわ男じゃん。うわお前後ろの方見ててな。海賊王に俺はなる。お前後ろの方武士ある。海賊王に俺はなる。あー敵いるわ。見えるお前敵。海賊王に俺はなる。海賊王に俺はなる。頼むよ。今日の敵強くないか。今日の敵強い。うるさい。本当だからだ。うるせえよこの野郎。本当のことを言って何が俺のこのバカ。本当のことを言って何が俺のこのバカ。藤原さんでしたっけ。あ、そうです、はい、戦いたい人とかいるんですか。いや戦いたい人はいないんですけど、まあ自分よりでかくて強い人だったら誰でもいいです。格闘技は全くやったこともない。やったことないですけど、まあ昔1対10で全員武器持った相手に一人残らずボコボコにしたっす。何人よって言いました。あ、1対10。1対10。はい。最強じゃん。まあ4年前ぐらいの話ですけど。何人よ。はい、1対10。1対10。はい。最強じゃん。おかえりなさーい。俺びっくりしたのが、はい、住人二木さんいるじゃないですか。はい。あの人宮城県出身なんですよね。しかも、同い年。え、そうなの。俺らと同い年。ちょっと30ぐらいかな。全然ためだったんだ。全然ため。じゃあみんなで応援していきましょう。12日を。そうですね、はい、はい、この動画がいいんだと思ったらチャンネル登録、高評価と Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ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 すんの早くないか。うるさい。本当だからだ。